折戸だけに限らず、この日は大荒れの展開。新井さんの息子ヒロキも壁の餌食に。 And 4 left minus, keep in. 大丈夫 OK, OK. Keep in, into 3 right, 23. このクラッシュでヒロキは骨折してしまったのだが、なんでケツなんかボコボコ、なんでしょうね。尻がポーンって上がって落ちてる。その時ケツこれやられて？どうなんでしょう。そんな弱いケツ。コンクリの壁にドーンってぶつかって俺側から。違う、みんな知ってるよ。だってなんでそんなケツなんだよ。腰が緩んだな。ここはなるよ。肋骨はここに前にギュッてなるから俺はこうなったことあるけど、ビテコツはねえでこんなケツのこんなとこがなる。ねえ。リタイアを含め、この日走りきれなかったマシンは8台という荒れ模様で、本番1日目は終了。まあ午前中1回走ったことだったんで、そんなに力もなく走ったんですが、ちょっとやっぱ少し慣れた分のその欲を変えたショートカットで、お前のところにパイロンの後ろにでっかい石、まあ俗に言う豆腐っていうらしいですけども、豆腐にぶつかってしまいました。ホイールがね、ポンって。まあ、イニシャル D だからね、イニシャル D、藤原豆腐店って書いてありますけど、豆腐が豆腐にやられるっていうね、豆腐の角で死んでしまえみたいな、まあ、昔よく親父に言われたような覚えがありますから豆腐の角じゃ死ねねえよと思ったんですが、いざ豆腐と呼ばれるものにぶつかってみると豆腐強えなと思いました。またね、ちょっとこれから明日に向けて車両をちょっと直してもらい、走れるかどうかちょっと今微妙なんですけども、なんとかファンのためにも、スポンサーのためにも、お客さんのためにも、まあ、ゆっくりでもいいから走って完走したいなと思います。これからがまた明日に向けて勝負の時間になります。頑張ります、メカニックタンガ。前日と打って変わって2日目は朝から快晴、絶好のラリー日和だ。車両保管から戻ってきたマシンをウェット用からドライ用へセット変更するため、サービスも活気づく。ボディに穴が開いちゃってた折戸号もメカニックの奮闘で修理完了。朝一からカムバックする。前日からスピード域もアップし、ラリー本来の迫力ある走り、セッティングがバッチリの世界の荒井はぶっちぎりトップ。ウェットでは慎重派だったバンバもドライになって本領発揮。イントゥーワンライト、次レイトロングトゥーレフトマイナス、キンクス20、次スリーレフトロング86らしいドリフトも随所に見せつつタイムを上げていく。さらにはこんなギャラリーサービスまで。バンバやるじゃん。ワンライトショート。一方、チームとファンの期待を胸に走る森戸坂田コンビ。で、右さん。ちょっと早い。はい。左さん。左。ダメージのあるマシンだけにタイムでは勝負できなかったが、懸命にアタック。そして今回一番の目玉スポット、ギャラリー前のヘアピンでは折戸のドリフトを今や遅しと待っていた。そしていよいよその時が来る。先輩、ちょっとマジで勘弁してくださいよ。上りだよ、右に。
やっちゃった、やっちゃった、ギャラリーやっちゃった、ギャラリー喜んだ今、やっちゃった。こうしてちょっと恥ずかしい一面もありながら、オリドのラリー初挑戦は幕を閉じた。結果は世界の荒井を頂点に、新型 WRX-STI が表彰台を独占。そしてバンバ・小田コンビが見事クラス3位に輝いた。ラリーに僕初挑戦させてもらったんですが、まずね、本当に想像しているよりもいろいろ過酷なことがあるなっていうのと、やっぱり経験っていうのがすごく大事なんだなっていうのを身に染みて分かりましたね。今回はね、あの土曜日が雨、日曜日は天気、その変わるコンディションの中で、ただ単に雨が降ってるドライだけではなくて、ドライになっても前日の泥が残ってて、コースがずっとこうヌルヌルしていたりとか、そういうね、走る難しさもいろいろ経験しました。今回参戦した車両、86の N0 で使っている、ほとんどノーマルの車両でございます。決してね、別にね、僕今回思ったのは速く走る必要もなく、ただこれをね、本当に一つのモータースポーツとして参加して、こう本当に気持ちよくこう走るっていうのもすごいありなんだなと思いますね。あのラリーの楽しさを、まあ、本当に入り口だけですが経験することができました。今回はドリテンビデオに取り上げていただきましたが、これはね、今回のラリー、ドリフトをやってる諸君もですね、なかなかモータースポーツって敷居が高いように感じるかもしれませんが、まあ、今回はね、全日本だったんですけども、もっと地方戦とかいろいろあります。これね、本当友達と2人パッケージでそのレギュレーションに合わせた車を用意すると、本当にこうね、堂々とこうね、公道全開で走れるわけだし、そういう楽しさがね、やっぱみんなにとってもあるんじゃないのかなと思います。今後の君たちのドリフト人生にもありんじゃないのかなと僕は思いますね。そしたらね、もしかしたら違う世界が開けるかもしれませんよ、はい、君に。残念ながらドリフトは全然できなかったが、異ジャンルの面白さを実感できた今回のラリー、チャンスを見つけて一度トライしてみてはいかがかな。